すごい夜中のおっさんです。歯医者さんの帰りだよ。ここは桜木町、日吉シティ。リーフな横浜の玄関口。子供の頃は親に近寄っちゃダメと言われていた場所。今では同じことを言ってる、わら。子供一人では歩かせれないね。ここで少し桜木町ピオシティの話をします。1968年、昭和43年、5月に、桜木町ピオシティは完成しました。当時はオフィスショッピング飲食店街の複合施設は大変珍しかったんだって。すごいお腹のおっさんが生まれるずっと前からあるわけよ。ピオシティの正式名称は、桜木町ゴールデンセンターなんだって。実はピオシティという名称は通称で、みんなに親しみやすい名前をと三菱地所に付けられたらしい。ちなみにピオシティのピオとは、熱中とか情熱を傾けるという意味らしい。今日は歯医者だったから行けなかったけど、たまには純喫茶花壇でも行こうかな。歩くの疲れたから、タクシーで帰るよ。ご視聴ありがとうございました。